はい、たわごとオープン、お外でリリと一緒バラのガーデニングしました。植木屋さんのたわごとマースと申します。はい、今日もねご質問の方からお読みします。マースさんは地位や名誉や権力やお金どれを取っても愛がなければ毒となるとおっしゃっています。一体性の愛が他を愛しむハートが全てを一体と見るということですね。の愛が、他を愛しむハートがこの世界の全ての中心にあるゆえに、それさえあれば全ては輝き大切なものとなるともおっしゃってます。また一体性の愛の意識による電子がきれいに回らないと真の心も体も人生も健康にはならないともおっしゃってます。そのことについて深くお伝えいただけないでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。一番ね得意な分野ね、それとも今日のもう一個の質問というのはですね、マースさんはに日本のリゾートの父であったと思います、プリシアのことですね。最初奥間のプロデュースをやってました。その後プリシアのを作ったんですね。その後はミサホームに売却しました。でミサリゾートという会社を作りました。その後ねリゾート法とかいろいろと関わりましたけども、それでこの方はそういうふうにおっしゃってるんですね。その古い方ですね。もう同じ世代かな。で今新たに作られているクォンタムラグジュアリー、量子ラグジュアリーヒーリングリゾートについて教えてほしいのですが、今僕が作っている、プラズマのねそのことについてですね、これちょっと関連しますよね。電子がきれいに回るということですね。地位や名誉やね、お金や権力、もっと言えば物欲も含めてですよ。これ神が作った性欲とかね、創造主が作った欲というのはね悪いものじゃないと僕は思いますね。ある意味素晴らしいもの。問題は英語ですよ。分離です。自我です。これで所有とかね戦いとか競争とか比較になるんですよ。そうするとねそれらが全部毒となる。でやっぱり地位や名誉や偉い人やリーダーの人ね、愛がなかったらもう最悪になりますよね。で本人も悪魔になっちゃいますからね。それやっちゃダメですよね。幸せになれないもん。だから地位や名誉お金やいろんなものあってもいいけどね、愛がないと民を愛してね、民を尊んでね、世界中の人を幸せにするっていうね、それだったらねいろんなものあってもいいじゃないですか。リーダーシップも地位も名誉も何でもお金も世界中の人を幸せにしてくれてね、民を愛してくれるならね、イザヤさんのようなリーダー、ラムーのようなリーダーなら何の問題もないですね。でもそうやって人を殺したりね、やっつけたりね、支配したりね、植民地にしたりね、騙したりね、そういうのはもう自分がダメになっちゃいますよ。そういうことをする人はね、自分がもう苦しみの中に入っていっちゃうからね。そういうことを言ってただけです。はい、だからそれの要因は何かっていうとね、若い頃18歳ぐらいの時にね、量子力学とあとバイオテクノロジー、バイオっていうのはね菌がね常温で核融合できるんですよ。だからこれは一種の量子力学なんですよ。それを学んでたね東大の先生がね、それを言ってね東大クビになってた時代があってね、で僕はその人に資金を出してプリシア のリゾートを、そういうバイオテクノロジーと量子力学のテクノロジーの水をね出したんですよ。でなんでそのことをしたのか、あの時代に40年も前ですよ、いろんなことを学んだんですね。で原子核をこう電子は回ってるわけですよ。
でね、これがね、ネガティブなっていうか分離の価値観をね、こう愛するとね、円周率きれいに回らなくなるんですよ、軌道がね。なんでなんだとね、そういう時代ですよ。電子がきれいに回らないと雪の結晶っていうか、まあ水の結晶がね、きれいに、あの江本さんがねやられてて、ああいうのになんないんですよね。僕もその写真撮ってた人非常に仲良しなんだけど、電子のね軌道がきれいに回ると花がきれいに咲いたり、体のね、体も水でできてますよ。全てが水分を帯びてるんですよ。でそれがね、電子がきれいに回らないと、きれいな結晶にならないんですよ。バーカとかね、この野郎とかね、畜生とかね言うでしょ。それで電子がもう乱れるんです。若垂れって判断すると電子が乱れるんですよ。だからイザヤさんも和することを大事にして、日本は和の国って言ってるんですよ。だからね、何しろね、心が大事なんですよ。和することをね、大切にしないと水が全部ダメになっちゃうんですよ。ものすごい汚い結晶になっちゃう、 分子レベルがね。で電子レベルが悪くなると、素粒子レベルが悪くなると、ね、原子レベルが悪くなる。原子レベルが、ね、汚れてくると分子も汚れる、ね、素粒子が愛で、ね、一体で幸せを奏でる。そうすると原子がね、きれいに回る。これパイって呼ぶんですけどね、電子がきれいな軌道を、星の軌道が乱れたら大変ですよね。ぶつかっちゃったりね、星同士が。そういうことにならないようにきれいに回る。そしてそうすると水の結晶とか、いろんなものの結晶がきれいに分子レベルがなる。そうするとね、体なんていうのはもう全部水でできてますからね。そういう意味で分子レベルがね、ものすごいきれいになる。でその水がね、きれいになってね、浄化されてね、循環してね、その悪いものがどん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 吐き出されていくね。で美しい電子の軌道がね、素晴らしい水っていうのはね、 H2H3H4 ってバラバラになってるんですよ。水じゃもうないんですよ。そうするとね、すごい美しいね、花にもなるしね、結晶にもなるんですよ。でそれを癒しろって言うんです、古代の人で。その電子が乱れるのを汚れって言うんですよ、ね、でそのことを人類が知らないことが最大の問題だと僕は思います。で僕はそのことをたまたま18歳の時に、その博士からね学んだわけですよ。だからまあ、大学は行かなかったですけれども、個人教授ね、その人がね。で僕その人にの研究に1億近く、まあ、8000万ぐらいかな、お金を出しました。それでプリシアにそれを作ったんですよ。だからプリシアのところで、ね、プールとかもジャグジーとか全部サウナからみんなその水ですよね。で今回自分の仕事として最後に、すごい癒しのコンタムの、いやなんかプラズマですよね、まあ、超電導というのかな、まあ、すごいものでね。プラズマっていうのはね、温度をかけることでプラズマなんですよ。3000度とか2000度とか、まあ、それを電気というか、まあ、超電導でやってるシステムなんですけど、それが完成しまして、まあ、そうすると雷の、7倍ぐらいのね、電気がねかかった水ですよ。すごいね。もう水じゃない、もう H2H3H2 バラバラになりますからね、もう原子レベル、素粒子レベルでね。でそういうね、癒し炉を即せる、天然をね戻せるものをね、あと屋久島のうちのところっていうのは、元水晶の鉱脈があってですね、金の
鉱山があったとこなんですよ。でまあそこに30年ほど前からホテルをやってんですけどね、今閉めて改造してるんですよ。でそこのねとこに井戸を掘りましたんでね、地下水がまあすごいんですね。まあそれで天然に帰る、愛に帰る、本質に帰るというね、自然界というのはね本質でできてるんですよ。あの心だけだと思ってる人多いんだけどね、違うんですよ。でねそのね心がね一体性を取り戻すとね、あの分子レベルとか原子、分子レベルはね物質に見えるんですけど、素粒子レベルになるともうねこれ物質じゃなくて波動なんですよ。でそういうね物質映画みたいなもんですね。でそういうねまあ、たわごとですからね。まあね、まあそう分かんない人は怒んないで聞いてください。たわごとですから、ね。まあ量子力学をとことん勉強していただくといいと思います。でね、物質っていうのはね、波動っていうか想念なんですよ。意識なんですよ。だからね、宇宙ってうまくできててね、分離をするとね、神だけがね、スートラ使っていいんですよ。だから初めに言葉があってね、神が世界を作ったっていうのは、ね、これシリーですよ。で人間はやっちゃいけないんだけど、人間がそれをやるときにはね、顕在意識から潜在意識っていうか無害意識、自害意識から無害意識にならないとね、できないようなブロックかかってるんですよ。でもねそれがね集団になっていくとね、自我意識がね、ものすごい影響するんですよ。人間も神の子だからね、創造の一部だからね。でそういうふうにならないようにね、ということを若い頃学びましたね。でだからまあ当然ねホテル屋さんも旅館さんもみんなそう、うちはもうたくさんの旅館さんホテル屋さん付き合ってるからね、ヒーリングさんはね、みんなやっぱり水が大事なんですよ。いい温泉が掘れたとかね、いい水ができたっていうのはすごい重要なんですよ。これはねミサタウンとかでも何でも住宅のエリアでもそうでしょ。いい水が出るとね、いいスパがある、いい食事が、自然農法のね、そういうものがね地球のモデルルーム、これからの地球の大事なものですね。でそのリーダーの人たちがみんな愛を持ってないとね、やっぱ滅びちゃいますよね。だからもう台無しになるからね、愛を持ってね、民を持ってね、だからイザヤさんにしたって大にしたって、昔のねリーダーはね愛を持って尊ぶ民を愛し民をねみんな幸せにするというのがね、ラムーも含めてみんなリーダーで、ただ民の方がね分離を信じてね、野心や野望やね、喧嘩や争いになるとね、それは滅びちゃうんですよ。だそういうことにならないように一体に戻ってね、愛で生きるのがおすすめですね。まあ、戯言と聞いてください、ね。まあ、それがね電子レベルもきれいに回るでしょ、そうするとね豊かさって素晴らしいしね、リーダーシップって素晴らしいしね、知事とか名誉、そこから生まれたのはね素晴らしいんですよ。お金もね本当に生きてくる。でもね自我でねそれをやったら台無しです。必ず滅びるように宇宙ができてるんですよ。なんでかっていうとね一体性の価値観、意識です、意識でできてる。そこの宇宙っていうのは一体性を分離の意識にしたらね、途端に電子きれいに回らないですよ。もう素粒子も全部ダメになる。そうするとね分子レベルになるともうね結晶がもうきれいにならないんですよ。ということは人間の体ってね水でできてるよ、あらゆるもの、植物さんたちもみんな乱れちゃうんですよ。想念が乱れると分離するとね、だから忘るって言うんです、パイですよ、ね。そのことをね僕は18歳の時にその量子力学の人に学んだ、それで世の通りそういう、ね、バイオの、まあ、コンタムのねリゾート作った。で今ねそれはねやってます。だからもうものすごい美しいね、なんていうのかな、まあ建築家の先生がね、なんていうの、
そういうなんつってんのかな、素晴らしい昔良きアメリカの、あれアメリカ白い、まあ、なんていうのかな、ハワード・ヒューズっていうのかな、まあまあ、そういうのを好むような建築家のね、あの偉大なね、愛のねを表現できるね、良き時代のアメリカの愛のあった、勇気のあったアメリカのね、そういうデザインの先生の友達の人がね絡んでんですよね。でね、白を基調にしたね美しいデザインでね、できてきます。それで素晴らしく植物がいっぱいな今植えてますからね、それと花々をたくさん植えてね、それでその美しいレストランとね、自然農法のね、あと下水はね、そういうバイオテクノロジーのすごいのね、入れてね、でもう野菜とかね、素晴らしいガーデンとね、フルーツのね、天然のね、まあ、そういう素晴らしいものにしようと、で今ねそれをね作って、来月一棟まずティナのね家が出来上がりますけど、その後ね、どんどんできていくと思います。自然界の中でね、素晴らしくね、電磁波の問題もなくね、最高に幸せに暮らせるようなエリアが作れたらいいな、それ作ったら死のうと、そんな風に最後のねお役目、地球のねモデルルーム、愛のモデルルームだけはね、リゾート屋ですからね、ヒーリングリゾート、コンタムヒーリングリゾート、ラグジュアリーなねものをね提案してね、まあそういう意味じゃね、アマンのドローニーちょっと友達ですけどね、アマンのドローニーもそっちへ向かってね、秘書はね、チベット密教の坊さんにやってもらってね、やっぱりリゾート屋ですからね、みんなね愛や本質やね無我、要は変性意識ですね、要は無我意識、自我意識じゃなくてね、健在意識じゃなくて、そういうものをね学ばないとダメですね、ヒーリングコンタムリゾートにならないとね、この方は僕のことをリゾートの父って言ってくれるならね、世界中のリゾートの皆さん、そういう楽園をね、地球のモデルルームをね作っていただきたいなとね、民を思うねハートでね、みんなが幸せになってね、健康になってね、水が全部入れ替わって、体の毒素が全部ね変わってしまうね、天然に戻る、だから自然農法の体に戻るっていうのかな、体がもう水が全部ね素晴らしくなる、そんなね世界になったらいいなと思います。それじゃあたわごとはここまでにいたして、またお会いしましょう。リリー来る？あ、来たリリー、かわいい。今ね終わったらあげる、今手が塞がってるからね。それじゃあまた、お会いしましょう。お相手はたわごとばっかりのたまうまーすでした。リリー大好き。